ということなんですけど、どうもこんばんは。今日着てる T シャツは、13日の金曜日ですってことなんですけど、まあ分かりづらいんですけど、ジェイソンなんですよね。で、僕がもし、まあデザイナーだったら、ジェイソンが生首をさ、こうやって持ってるような、デザインの T シャツを作るんですけど、まあ日本だと販売できないと思います。で、今日のテーマは、インディーズなのっていうことなんですけど、まずはじめに、見てほしいのは、まあ昨日と同じように、メルカリですね。ちょっと疑わしい商品が、載ってるんで、こちらをご覧ください。はい、これなんですけど、シャズナの、ピュアネスですね。まあイザムさんの、サイン入りなんですけど、これシングルで、まあ出品価格が、5555円で、まあ出品されてますと。で、僕この商品知らないんですけど、こんなのあるの？って思うんですよね。まだあります。あと一つあります。どうぞ。はい、これもなんですけど、グレーの、生きてく強さの、シングルですよね。で、これ価格が、まあサイン入りで 15,555 円で、出品されてます。もちろん、まあまだ残ってます。まあ気になる方は、買ってみてください。僕は多分偽物だと思ってます。はい、ということで、まあインディーズなのっていうことなんですけど、今日紹介するバンドは、僕は全く知らないです。知らないっていうのはバンド名ぐらいは知ってます。まあそれぐらいの知識です。まあ動画をご覧になっている皆さんの方が知ってると思います。で、今日も、まだバンド名は言わないんで、皆さんの方で予想してみてください。で、早速見ていきたいんですけど、こちらをどうぞ。はい、こちらの3曲ではなく、アルバムなんですよ。今日紹介するバンドの、3枚の、最も売れたアルバムになります。で、タイトルは読めないんで、まあ皆さんの方でお任せいたします。で、まあこの時点でもう分かってる方いらっしゃると思うんですけど、僕は全く分かんないです。まあ先ほども言いました通り、バンド名ぐらいしか分かんないです。まあヒントではないんですけど、今日紹介してるバンドは、メンバー4人です。ボーカルとギター、ベース、ドラムの、4人です。で、バンドを結成したのが1999年から、2007年だったと思います。で、その後もなんか復活みたいな、復帰みたいな、再結成みたいなしてるらしいんですけど、よくわかんないです。1999年から、2007年までの、約8年間、活動してたらしいんですけど、僕はてっきりメジャーバンド、メジャーに行ってたと思ってたんですけど、実はインディーズだったっていう。で、レーベルなんですけど、フリーウィルです。で、まあインディーズの、まあ売り上げ枚数、まあアルバムなんですけど、まあ十分じゃないですか。で、まあ何も知らない、まあ僕の感想なんですけど、まあ曲がどれも同じではなく、このバンド僕は好きじゃないんですよ。まだ紹介してないんですけど、カリガリとかムックとかも、僕の好みのバンドではないです。要は僕は変拍子は好きじゃないっていうことです。で、次は、4位か6位ですね。4位か6位の、シングル曲、見ていこうと思います。こちらです。はい、このバンドの、売り上げ枚数が良かった、まあ、4位から6位までの、シングル曲になります。で、タイトルだけ、まあ、紹介していこうと思います。上から、白いカラス、まあ、ルアージュの白い闇みたいな、まあ、そんな感じなんですかね。で、次5位なんですけど、絶望にさよなら。6位が、隣町の彼女。以上の3曲が、このバンドの、まあ、4位か6位、まあ、シングルの、売り上げ枚数が良かった、曲になります。わかりますか皆さん。僕わかんないです。わかんないんですけど、まあ、数曲、まあ、1分程度は、聞きました。指切り、ビルシャナって思ったんですけど、指切りですね。あと視聴回数多かったんで、リストカッターなんかライブバージョンみたいな、出てきたんで聞きました。あとなんですかね、罠では縄ですか、縄、まあ、ご存知の方いらっしゃると思います。一輪は青くとか聞いたんですけど、全くいいとも思わなかったです。ということで、もうベスト3見ていこうと思います。このバンドの、最も売れた、シングル曲、ベスト3になります。はい。はい、このバンドの、売り上げ枚数が良かった、まあ、シングル曲、ベスト3になるんですけど、まあ、紹介する前に一言言いたいんですけど、1位の曲、どこがいいんですか？これバラードですよね。まあ、僕聞いたんですけど、この曲が1位の理由が全くわかんないです。まあ、2位も3位も、まあ、特にいいとは思わなかったんですけど、特に1位です。これなんでなのかっていうのは、理由は不明です。
で、まあ上から見ていこうと思うんですけど、まあこのバンドの1位の曲は、2005年の11月の30日に、発売されましたシングルで、タイトルは長いです、腐った海で溺れかけている僕を救ってくれた君、オリコンランキングは2位です。で、売上枚数は1万517枚です。はい、2位なんですけど、2004年1月28日に、発売されました。タイトルは、よくわかりません。で、オリコンランキングは55位。で、売上枚数4239枚です。で、3位は、同じ2004年の、12月の8日に、発売されました。タイトルは黒髪のあいつ。で、オリコンランキングは52位と、売上枚数3694枚っていうことなんですけど、僕調べてないんですけど、1位の曲、何かのタイアップに使われてたと思います。じゃないと、ね、2位との差がさ、これ半分以上あるわけじゃないですか。まあよくわかんないけど、まあ気になる方は、まあ今回のランキング、まあ最も売れたシングル曲になるんで、まあ聞いてみてください。僕はいいと思いませんってことなんですけど、まあ今日も最後まで、動画をご視聴いただきありがとうございます。ではないんですよ。今日も、まあ1名の方、患者の方がいらっしゃるんで、紹介しようと思います。はい。はい、病気の症状は、このような形になっておりますってことなんですけど、まあ申し訳ないのは、まあどの動画のコメント欄に現れてるのか覚えてないです。確か、まあ気流かナイトメアだと思うんだけど、何か問題あんの？俺みたいに何も知らない人が聞いて、同じに聞こえるのね。同じように聞こえるし、似たような曲がほとんどだと思います。で、お前にも教えてやるんだけど、まあ K-POP しか聞かない人っていると思うんだけど、そのような人に、まあグレーもラルクも区別つきません。まあ日本で言うとさ、AKB とか、乃木坂とか、欅坂とか、SKE とかさ、そういう気持ち悪いアイドルしか聞かないような人にとって、ビジュアル系って同じなんですよ。区別つかないんですよ。で、お前のようなコメントを送る人っていうのは、ファンでしょ。ファンやってんの今でも。うん、それは、お疲れ様です。で、言いたいんだけどさ、お前がなんかわけわかんない撮影会とかもそうなんだけど、CD とかアルバムとかね、ライブもメンバーと同じようにツアーを一緒に回りましたっていう人間でもさ、メンバーは覚えてないし、お前の思いは一生届きませんっていうことなんですよね。で、お前が、まあ、パチンコをするかどうかわかんないんだけど、一つ言いたいのは、右脳か左脳、もしくは、両方機能してない恐れがあると思う。で、まあ、この動画を見終わってからでいいから、まあ、できるだけ早めに、まあ、早急に、脳外科医を訪ねてもらって、俺は正常な判断ができませんと、先生よろしくお願いします。助けてくださいと、伝えてくれ。ということなんですよね。まあ、言いたいんですけど、僕このチャンネルで、まあ、今までデューリコース、まあ、最もアップしてたと思うんですけど、下手とかさ、言われてもイラッとしないのね。このバンド下手だとかさ、よくこんなバンド聞いてるよなって、ね、今までもそういうコメントあったんだけど、自分もそれ分かってるし、なんでそんなさ、コメントが届くのかっていうのは、ね、どっか脳がおかしいんでしょ。もう脳おかしいと思いますよ、こういう人は。まあ、救えるかどうか分かんないんだけど、まあ、よかったと思うよ。この動画のコメント欄に現れてくれたから。まあ、これからも、なんか相談に乗るからさ、少しは良くなってくれよ、っていうことですよ。あ、そうだ。今日のバンドでしたね。かげろうです。かげろうさんになります。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。